はい、今原宿駅です。居酒屋リモアになってます。この電車シャア専用みたいな色してる。やはり居酒屋リモアの中には今日もねドローンが仕込んであります。今ね4年生の息子が池袋の駅に集合するんだけれどなかなか来ない。それを待っている間に2本目に突入しました。以上。すげえ偉いよ、本当に偉い。一人で到着しました。平気だよ、大丈夫。はい、グリーン車チケットゲット。着きました。揚げ物に着きました。はい、ということでですね、揚げ物の、なんていうのかな、クレインイナ乗馬のクラブに来ました。ウィールイ君、結構ね人がいるんだよね。初めてです。はい、お外が気持ちいいので、外に移動してきました。そこがいいね、ルイね。ルイ、そこがいい、そこ、ここ。ここに、はい、スタンバイ。はい、コーヒー買って、ここで、ね、アイスします。はい、そしてね、僕はこれ何を見てるかっていうと、ドローンの飛行禁止エリアを今、調べてます。飛ばせる安全エリアのことが分かりました。しかしね、これ乗馬を趣味にしている人がこんなにいるって知りませんでした。人生初めての乗馬クラブです。うちの子供たちはね、ここでなんか書類書いてます、はい、しかしね、これね動物園みたいな匂いがするのかと思ってたんだけれど、全然そんなことない。臭くない。よかった。そしてね、このなんかいいね、コーヒー飲みながら気持ちがいいです。しかし待って、こんな近くであんまり見たことなかったんだけど、足が長くてかっこいいね。尻尾振った時に当たっちゃうぐらいの本当の馬の真後ろに、そしてね、スタッフの人たちが超いっぱいいる。儲かるんだね、乗馬クラブって。できた。え、バッチリだ。お、いきなり乗るんじゃないで、まず触るから。よし、近くまで行きます。大きいね、馬って。すげえ。靴履いてます。テーペンって言うんだけど、足の裏に輪っかがついてて、へー。なんかくっつけてるってことですか。そうそう、へー。で、2頭とも今日はこっちの方がちょっと大きいのかな。アルフィー君とビリアン君に何か触っていって、ほんとだ。眠そうな時は特に動かない。普通にお父さんも触ってみて大丈夫ですか。うん、全然。うわ、本当だ。鼻の先っぽをね、プニップにしてます。うわうわうわ、そのお鼻の先っぽ触ってみて。大丈夫、大丈夫。うわぁ、超でかいね。マジ。うわ、本当だ。初めて触ったやっぱ。へえー、すげえ。これどうやって靴履かしてるんですか。ああ、
一番そこにくっつけてるんですか、なんか釘で打ったのね。へえ、すっごいね、マジで超でかいね。住んでるんだって、うん、さっきのお馬さん来ました。でかいな、うわ、大きい、うわ。ニノタン、かっこいいよ。両足でお腹ポコって叩くと歩き始める。止める方法があるらしい。本当だ、止まった。紐を引っ張ると止まるらしい。今度は褒め方ですって。褒めるのはベシベシ叩くらしい。500キロですって。うわ、スピードの調節ですって。今度もう一回キックすると速くなるらしい、スピードが。本当だ、速くなった。すごい速くなったね、リノは。ただまた綱を引っ張るとちょっとブレーキゆっくりになる。すげえ。止まったら叩いて褒めるらしい。綱を左右に動かすと進路を変更できるみたい。ハンドルだ、すげえ。曲がり角に来てから指示を出すみたい。早めはダメだって。すごい、できるんでしょうか。左に曲がるらしい。本当だ、来た、左に曲がってきた。すごい、本当だ、右の方行った。はい、もう一回。お、上手じゃん、リノは。パカパカ走る練習をするらしい。お、小走り行くらしい。お、スピードアップした。走りだって。はい、大丈夫なの。うわ、本当だ、速くなった。おお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 、すごい、いいのはすごい。うお、すごいパッカパッカしてる。虹が出てます。濃くなった、なんかすごいじゃん、引っ張れるじゃん、かっこいい。お、本当だ、止まったすごい。はい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 、はい、入会するみたいです。よし、はい、極楽空湯に来ました。ここでお風呂入ってご飯を食べてから帰ろうと思います。はい、結局ドローンは持ってきたけど飛ばせず。さっきの乗馬クラブはね、2名、子供2人で、ね、30万です。罠がいる。罠だらけだよね。よし、行ってみよう。さあ、罠、パパダメだよ。お、パパが出たらこれ食べようかな。そうする。
オッケー、じゃあねー、いいよいいよ、バイビー。そんな来ないです。オッケー、はい、琥珀の時入ります。うまっ。さっきランドセル取ったのはやっぱ言うて黒ビールみたいな感じだね。だからもし知ってる